おはようございます。というわけでね、本日ねこちらのねポットに種を植えて苗を育てるという、ことをやろうと思ったんですけど、このポットがね買えなくて、タイミングがなくて、でいろいろ調べてたところ、新聞紙どうやらこのポットを作れるらしくて、そのやり方をねちょっとねお見せしていきたいと思います。それじゃあせーのでやっていこう。はい、というわけでまずね新聞紙を8分の1かなに切ったものを2枚用意します。そして2枚重ねて半分に折ります。半分に折ったら、紙飛行機を作る時のように角を三角形に折ります。そしたらですね、上1枚を、ね、折り曲げていって、半分の半分の半分ぐらいまで折り曲げていきます。中心に向かってですね、半分の半分の半分と。はい、そしたらひっくり返します。そして中心に向かってまた折り曲げていきます。反対側もですね。そしてこちら側も、先っぽに向かって、半分の半分の半分ぐらいまでに折り曲げていきます。半分と。はい、そしたらお尻の方を広げて、四角く立体にしていくと。はい、これで完成です。すいません。はい。あのですね、今ですね、こちらの新聞紙にはポット作ってるんですけど、あの、苗作る用のね、ポット作ってて、ちょっとみんなにも手伝ってほしいなということで、いいですか、ちょっと。やりましょう。はい、まず半分に切ってください。こちらお願いします。はい、まず半分切ります。そしたら、それをまず半分に折ります。縦にね。そして、開きます。そしたら、とんがってる部分に向かって、半分の半分の半分ぐらいまでします。で、また先端に向かって折り曲げていきます。そうそうそう、折り曲げていくだけで、ひっくり返します。そして広げていくと、下をそう四角くなんか折り曲げちゃって、クロス押す、いいですね。いいですね。はい、完成しました。こういう感じですね。お、いいですね、皆さんできました。いや、そういう使い方もあるけど、まあそういう使い方もあるけど、じゃあ柔らかくにしてそういう使い方もあるない、ということで完成しましたと。こちらにあの土入れて種を植えて苗を育てていくといった感じですね。ちょっとうまいな、めっちゃ綺麗やん慣れてるね。という感じで今回は紙からポットを作っていくと。本日の動画は以上になります。もしねこの動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。はい、それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。はん。